よ田た、心臓です。心臓チャンネル、今日のテーマですが、膠原病の一つですね。古典的な5大膠原病の一つ、膠原病の中の膠原病、昔からあるやつですね、古典的なやつ、恐皮症に行ってみたいと思います。はいでは、恐皮症というのはどういう病気でしょうかね。膠原病ですけども、全身の皮膚がですね、硬化する病気と、硬くなる病気ということで、えー、医学界では原因はですね、 全く不明と、原因不明の病気ということになっているということです。そしてタイプがいくつかありまして、ですね皮膚が硬くなることが主の症状なんですが、タイプが1とタイプ2があるわけですが、効果が皮膚だけに限られるものを、限局性恐怖症というということです。で、皮膚だけではなくて、ですね内臓も効果すると。 内臓も硬くなるというような膠原病ですね、古典的な膠原病の中に入るのが全身性恐怖症、または全身性硬化症という病気ということですでですすは今日のテーマです恐怖症です。 はいで恐怖症ですね。恐怖症一応分類ですね。医学界が大好きな分類ということで、えー、一般的にはですね全身性の恐怖症のことを指してますが、怖症を下に書いてますが、タイプがいくつかありますよと。えーまあ、大きく分けて、原曲性の恐怖症と。皮膚に原曲しているものとかですね。それから、まあ、その後飛ばしますがあ、全身性のものですね。大事なのは全身性の恐怖症と。内臓とかにも 症状が出てくるものと、まあ後でまた説明をしますけれども、そういうものがあると、原曲性皮膚、皮膚硬化型恐怖症と、要するに皮膚に原曲したもの、それから全身性の内臓にまで病変が及んでくるものと、大体大きく2タイプに分かれるということです。はい、次行ってみましょう。 はい、では疫学ですね、教師症の疫学です、えー。女性に多いということです。もう圧倒的に女性、1対9、なぜか分かりませんが、1対9、ほとんど女性、30から60代の女性に多く告発すると、で頻度が高い、えー、民族といいますか、まあ、種族がいるわけですね、最も頻度が高いのはアメリカの人、アメリカのオクラホマ州での直騰族のインディアンの人。 なんと、罹患率が1、10、100、1000万、10万人中469と、10万分の469と、非常に高い確率で、このインディアンの人たちは、恐怖症になるということです。はい、次いってみましょう。はいではですね、恐怖症の症状ですね、えー、全身症状と皮膚症状とありますから、まず、皮膚症状の方ですね、えー、皮膚の方だけです。で、皮膚の症状は、皮膚の効果。 硬くくなっていくわけですね。えー、末手足の末梢から中枢へ向けて進展していく皮膚の効果が,があるわけですが、その以外にどういう症状があるか、霊能現象ですね、えー、寒いところに行ったら突然、えー、手が紫色になったりとかするようなものですね、それから爪の上皮の出血点ですね、えーまあ、これも霊能症状。 ののものですが爪のですね、天井の黒色のですね、爪の上皮の上皮内のところにですね、天井の黒色の出血点が出ると、目でわかるわけですね、肉眼でも確認できるとぐらい出てきますよと。 それから特徴的なのは皮膚の硬化ですね、皮膚が硬くなるとソーセージ状の指と言われるものが出てきて、最初は柔らかいけども、だん,だん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 硬くなって、最後は指曲げられないぐらいになるということで、それから皮膚の切開化、今度はです、ね、カルシウムアパタイトの沈着で切開化、そしてさらにです、ね、色素脱出、色が抜けるわけですね、色素の脱出が起こるということで、皮膚の 変化ですね、えー、が起こるということ、白くなるうー変化が見られることがありますよということです。はい、次行ってみましょう。はい、続いて、えー、拒気症のですね、症状、全身症状ですね、要するに内臓ですね、肺とかですね、えー、腎臓とか、そういうところ、内臓がどんどんやられてる、腸もやられるわけですが。 えー、だん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 です、ね、内臓の方にいろんな症状が出ますよと、その臨床臓はです、ね、もう多岐にわたるといろんなものが出るわけですね。ということで逆流性食道炎とか、ですね、えー、それから、えーまあ、自己抗体、えー、も現れて、ですねいろんな臓器に、ですね線、えー、維化ですね、えー、腸とか、ね、腸の筋,筋、えー、腸の筋層、腸の周りの筋肉ですね、そこが線維化とかですね、ぜん動運動。 不良になってですね、偽性腸閉塞、もう腸詰まったような状態になると、犠牲,、えー、犠牲ですね、偽性とかって、犠牲腸閉塞、こういうのが起こったりとか、呼吸器に起こると呼吸不全とかですね、えーまあ、そういうようなことと、それから腸動きませんから。 便秘になったり下痢になったり、栄養吸収ができなくなったりとかですね、そういうようなことが及ぶということで、恐怖症もですね膠原病ですから、全身に及ぶ血管炎と同じと認識すると、ですね症状は多岐にわたるということです。はい次行ってみましょう はい、でです恐、ね、怖、えー、症のタイプですね、えー、大きく2つあるわけですが、原曲性の皮膚硬化型の全身性の恐怖症と、全身性でも、ですね、全身性でありながら、あまり内臓の病変がないと、原曲性の皮膚硬化型と、皮膚が硬くなるという方ですね、えー、まあ、そういうものと、皮膚の硬化ですね、手とか、手の指とか、手まあ、そういうところですね。えー 肘とか膝よりも先のほう、ね、に皮膚が硬化していくと、で慢性の経過をたどってです、ね、内臓障害がほとんど出ないと、で自己抗体としては抗セントロメア抗体陽性になることが多いですよと、で特定のです、ね、症状、いくつかの症状を満たしたら名前なんていうかとうと、クレスト症候群。 いうということです、はい。で、下の方にはですね、肺高血圧症と合併した場合にですね、混合性、結合、組織病、陽性ですね、の例に多く予後が、この場合は良くないということです。はい、次行ってみましょう。 はい、でもう一つのタイプですね、美肌皮膚硬化型全身性恐怖症というやつです。はい、で内臓の繊維化ですね、えー、肺の繊維化、内臓、腸の繊維化、腎臓ですね、がやられてですね、えー、繊維化すますよと、特にコートポイソメラゼ抗体陽性と、例ではですね、えー、肺の肺炎症とかですね、 えー、そういうような、あ症を合併することが多いですよ、ということで。で、敗染症の動画を上げてますからね、まあ、敗染症の動画を見られるとですね、何が原因か分かりますけどね、まあ、薬ですけどね、えー、まあ、そちらを見てください。で、えー、まあ、えー、ということでですね、この方はですね、えー、腎臓、急激な腎臓の機能が悪くなったりとか、ですね、えー、腎不全をきたしたりとか、腎クリーズを起こしたりとか、 ああいうようなことでですね予後不良とでさらにですね悪いことに悪性腫瘍癌ですねがんの合併もしばしば見られるということで、えー、こっち側の美満皮膚が硬化型の全身性の恐怖症というのはあちょっと予後が悪いですよということですはい次行ってみましょう はいでは、ですね医学会はこの原因、えー、この病気ですね、全身性恐怖症,症ですがあー、病気の原因が分かっているのかと、と医学界わ分かっているのかというと、全身性恐怖症の原因は複雑であり、はっきりとは分かっていません。はい厚生労働省の研究班もこう言ってるわけですね、えー、厚生労働省の研究班ですよ、もう研究してますよ、ではっきりとはわからないと、全然わかりません。 えー、厚生労働省の研究案もう2000万ぐらい給料もらってるんじゃないですかね、毎年毎年、でも分かりませんということです、はいえー、いつまで研究するんでしょうか、しかし、ですね研究の進歩によって、3つの異常が明らかになってますよと、ここまでは突き止めましたよと、3つの異常、1、2、3ということで、1、免疫異常ということですね、えー、自己抗体を賛成していると自分の、自分の免疫は自分を攻撃してますよと。 自己肯定は賛成してますよ。なんか来てるわけですよね。それから、線維化ですね。線、えー、症が起こるということです。肺とかですね腸とか、線維化。それからあ、血管の障害、要するに血管炎を起こしてるわけですね。膠、えーまあ、原病ですから、血管障害が起こってるということで、この3つの異常ですね。免疫異常、線維化、血管の異常ということが分かってるんですがあ、それがなぜ起こるのか。 全身性恐怖症という病気になるのかは全く医学界では分からないと言っているということです。はい、次行ってみましょう、はい、で、全身性恐怖症の原因を探していきますがです、ね、さっき言った内臓の線維化、皮膚の効果です、ね、血管の異常、まあ、血管炎を起こしているというような自己免疫疾患で,です、ね、何かというと、自己免疫。 リュウマチ疾患です。要するに膠原病ですよ。慢性の自己免疫のリュウマチ疾患の中の一つ、膠原病の一つということで、これも膠原病ということです。で、原因は、あ探しますが、医学界はなんて言ってるか、全身性恐怖症の原因は全く不明です。わかりません。全身性恐怖症はさまざまな組織でコラーゲンとですね、タンパク質の過剰な酸性を引き起こしていると。 コラーゲンとタンパク質が過剰に酸性しているわけですね。そういうような病気で、原因はやはり不明と、女性の方が4倍と多いということです。はい、子どもですね、小児では全く見られない、ほとんど滅多に見られません。えー、大人の女性ということです。えー、20から50代ぐらいの女性に後発するということで、もう一つ、この下にありますが、ですね混合性結合組織病という、これも抗原病の一つですね。 いくつか混ざってるというか、まあ、いくつか起こるわけですね。混合性の結合組織、結合組織というのは抗原病のことですよ。混合性結合組織病の一部として発生する、混合性結合組織病の一部の患者さんは重度の全身性恐怖症を発症するということで、まあ、同じ抗原病の仲間ということです。では、原因を探していってみましょう。はい、次いってみましょう。 では、原因を探していきますが、ですねまずちょっと動物歯科モデルを見ていきましょうかね。いくつか見ていきます。何個か見ていきますが、どういうものを使うと、ですねマウス、ラット、ウサギも使いますかね。いろいろ使いますけど、もウサギ、マウス、ラット、まあねまあ、などに、ですねここでは何ですかね、マウスモデルですが、どうやれば、 恐怖症を持った、恐怖症の病,気病態を持ったですね、動物疾患モデル、恐怖症、モデルマウス、ここではマウスですね、モデルマウスができるのか、まず1つ目、ということでね、パリコシャンダ大クというところが作ってる、確立しましたよと、えー、いうことで、恐怖症の動物疾患モデルを確立して、どういうふうに作ったか、まず1つ目、過酸化水素をマウスに投与する。 過酸化水素って何ですかね過酸化水素。過酸化水素水って使ってますよね。えー、薬で使ってるオキシドールありますね。あれ過酸化水素水ですけども、過酸化水素をですね、マウスに直接ですよ。えー、別に塗るわけじゃないですよ。直接体の中に入れると。投与すると、狭小を持ったモデルマウスラットができるということで。まず一つ目ということです。はい、次行ってみましょう。 はい。では、二つ目ですね。二つ目、えー、論文を引用させていただきますが、日本臨床免疫学会というところを出して、2005年に出している、論文ですね。著者関連情報ということで、引用させていただきます。2005年の日本臨床免疫学会ということで、えー、胎児細胞のマイクロキメリズムとの関係があるんじゃないかということで、えー、疑われているということは、まあ、上に書いてるんですが、 さらにですね、どうやって教師帳のモデルマウスラットを作ったかというのが、ここの真ん中ぐらいのところに書かれているということで、読みたい方は探してですね、読んでいただければ、そういう方はいらっしゃらないと思いますけども、どういうふうに教師帳のモデル、ここではマウスですね、作るかということですが、はい、何かを28日間投与、何かを14日間投与すると、何を投与するかというと、塩化ビニル、すごいもの投与しますね、塩化ビニルを28日間、 マウスに投与しさらにブレオマイシンブレマシンって何ですかね薬ですよ薬、ブレオマイシンを14日間連続投与するとすると恐怖症のモデルマウスラットができますよということです2つ目はさっきは過酸化水素投与ですねここは塩化ビニルとブレオマイシンという医薬品を投与するとできますよということですはい次行ってみましょう はい、でさっき言った2つ目のですね、えー、ブ,レブレオマイシン誘導皮膚硬化モデルといいますがあさっき言っ塩化ビニルーとかですねそれからブレオマイシンの投与で得られるモデルのマウスの名前がですねブレオマイシン誘導性皮膚硬化モデルというふうに付いてるわけですね有名なモデルということで 何が誘導できるかというと、皮膚硬化、皮膚が硬くなるわけですね、皮膚,皮膚の硬化と、抗トポイソメラーゼ抗体の酸性を誘導できるということで、薬ですよ。薬がですね、抗体の酸性を誘導しているということで、 えー、なぜですね、教師匠の人がこのトボイソメラーゼ抗体衛生とか、まあ、他のもありますけどね、他のも、要するにこういうふうに薬がですね、抗体の酸性を誘導しているということです。それから下のタイトスキンマウスっていうのは自然発症のモデルですね。自然発症のモデルでも皮膚効果とですね、トボイソメラーゼ抗体酸性が見られるということです。はい、次行ってみましょう。 はい、でですね、恐、え、怖、ー、症ですね、原曲性の恐怖症,症にしても、全身性の恐怖症にしてもそうですが、ですね、えー、ぜ特に全身性の恐怖症で、ですね、えー、いろんなところに自己抗体が産生されるわけですね、えー、こうにも書いてますが、コートポイソメラーゼという、これにか、えーたえー、関する自己抗体が産生されるわけですね、他にもおー DNA ポリメラーゼ、えー、抗体とかですね、コ、えーセ,セントロメア抗体とか。 そして、この、抗 DNA トポイソメラーゼ抗体とかができるということです。なぜできるか。まあ、さっきも言いましたけどね、ブレオマイシンは誘導するわけですね。このトポイロメラーゼに対する自己抗体をブレオマイシンが薬ですよ。誘導してるわけですね。で、ちょっと、この DNA トポイソメラーゼって何なのかということだけ、えー、難しいですけどね、えー。まあ、こんなの別に覚える必要もな何もないですが、はい。んえー 何かというとですね、日本鎖 DNA の一方、または両方を切断し,たあしてですね、再結合する酵素、難しいですよね、<laughs> 要するにもう遺伝子の話ですけどね、DNA の、遺伝子の DNA を切ったり、切断してまた再結合させる酵素でここ、ここは重要ですが、酵素って何なのか、酵素ってタンパク質ですよ、もう簡単に言えばタンパク質。 を主成分とするもの、要するにタンパク質だということ、これを覚えておかなきゃいけないということです。これが後になってですね、なぜかということがわかるわけですが、この,この一番大事なことがこの下に書いてるんですが、ですねこの,このトーポイソメラーゼ、DNA トーポイソメラーゼというのは何かこの遺伝子をですね切ったり、 結合、再結合させたりする酵素を標的にしているのが、一番下、ここに書いてますが、大事なのが抗がん剤とか抗生物質のターゲットがまさにここ。わかりますかね他のもありますよ。セントロメアとかですね、ボリメラーゼとかもありますが、このトポイソメラーゼっていうのは、抗がん剤とか抗生物質という医薬品が狙っているターゲット。まさにここということです。はい、次行ってみましょう。 ですね、動画が長いので,です、ね、2本に、前半後半に分けようと思いますので、1回目はここで終わっておきますが、最後ですがです、ね、1枚添付文書を見ます、はい。いつものように添付文書を見ますで。さっき言ったようにです、ね、動物疾患モデルの1位はです、ね、過酸化水素を投与する、マウスに投与すると、恐怖症になりますよ、恐怖症モデルマウスができますよ。それから、他のものとしては、塩化ビニルとです、ね、ブレオマイシンという。 抗成物質ですね。を投与したマウス。これも恐怖症になりますよ。ということで、見ていくと、なぜかというのがさっき説明したように、DNA のトポイソメラーゼという酵素ですね。ここを標的としている薬がですね、抗成物質、主に抗成物質とか抗がん剤とかに多いわけですね。えーでは まあ、ブレウンワイシーの添付文章も載ってますけどね。えー、まあ、あまあ、それは次の動画で出すとしてですね。今回ちょっと抗がん剤出しておきましょうかね。同じようにですね、DNA トポイソメラーゼを標的とする抗がん剤たくさんありますけども、まあ、一つだけ出しておきましょうかね。ドキ、えー、ドセタキセルという薬です。はい。何のジャンルの薬かというと、タキソイド系の抗悪性腫瘍剤ということで、抗がん剤ということです。はい。では、抗がん剤ですね。こういうのを打つとどうなるか。 はい。皮膚の副作用項目が下にあります。何があるかと。脱毛症が出ますよとかですね。まあ、いろいろありますけども、手足症候群とかですね。いろいろありますけども、ありますかね。まず、皮膚エリテマ等ですが出ますよと。これ何かと。抗原病ですよ。 はい。全身生理テーマ等ですの、皮膚の、皮膚に原局したあがたということです。要するに膠原病が出るということ全身生理テマ糖質が出ますよということその皮膚に原局したものが出る。膠原病が出るということで,です,すととでそととで。そしてその後、なんて書いてますかね。皮症様変化と。出ますよと。それはそうですよね。えー、まあ、そういうことと。皮症 まあ様変化いらないですね、もう恐怖症でいいんですけども、恐怖症のような様変化が起こりますよというような書き方をしているということで、こういうふうに恐怖症も膠原病ですからね、えー、リウマチ性疾患、膠原病の一つですから、恐怖症も出るし、皮膚エリテマトーデスも出るということで、はい、それはなぜかと、さっきも説明しましたが、 薬がですね、えー、DNA トポイソメラーゼ、こういうところを標的としてるわけですね。だ,ボだからトポイソメラーゼ抗体陽性になるということで、えー、主に抗生物質とかですね、ブレオマイシン、えー、抗生物質の添付物質ももちろん載ってますし、こういう他の抗が,抗がん剤もたくさん載ってるものはあるということです。はいでは1回目ですけどもね、えー、1回目ですけども、今回、えー、こういうふうに恐怖症。 お送りしましたが、ですね2回目にもうちょっと詳しくいきますが、です、ね、恐怖症もまた抗原病、抗原病のほとんど、他の動画上げてますけどね、全身すどうですか関節リウマチとか、ですね胆性筋炎とかですね、さまざま血管炎症候群もすべて上げてますけども、こういうもの全部ですね、もうほとんど全部、薬が起こしてますけどね、薬が起こしているもの、恐怖症もまた例外ではなく、こういうふうにです、ね、起こす薬、実は。 たくさんあるということですいつも言っていますが、犯人はですね医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬ということで、皆さん知らない間にですね、こういうような病気にさせられているということです、はい。最後ですが、今回はですね、恐師症の1回目についてお送りしました。ありがとうございました。